2010年のブエルター・エスパーニャにて、マイヨロホを着用したヴィンチェンツォに割り。マイヨロホは、自転車ロードレースブエルター・エスパーニャにおいて、個人総合成績1位の選手に与えられる赤色のリーダージャージである。2009年以前は、金色のジャージマイヨロであった。各ステージの所要時間を加算し、その合計が最も少なかった選手が、 前よロホ着用の権利を得る。最終ステージの終了時点で、前よロホ着用の権利を持っている選手が、ブエルタの総合優勝者となる。日本ではこの呼び方が、一般的ではあるが、スペイン語版ウィキペディアでは、ジャージーオロ、ジャージーロホとされている。当初の色は、ヘルセイナランハその後何度も色を変え、 1955年から1976年と1978年から1998年の合計41年間ヘルセアマリーニョとなったのが最長3つのグランツールのうち唯一開催初年度の1935年から用意されそのステージ1で初めて袖を通したのはアントワール・ディニエフそして最後にこれを着て表彰台に登ったのは フスターフデロールである。マイオはフランス語であるため、マイヨロホは普通にシコン号の呼び方である。二つのジャージデザインが変更総合は赤色、三角は水玉模様に。サイクロワイド2015年3月25日閲覧。ありがとうございます。